テールタンパク質を利用したエピゲノム編集。エピゲノム編集は遺伝子工学の一種法であり、クロマチンやエピゲノム就職を選択的に改変する手法である。ゲノム編集が特定の DNA 配列そのものを改変するのに対して、エピゲノム編集では目的 DNA 配列の機能に関係する周辺の DNA 就職やヒストン就職などを改変する。 この手法によって特定のクロマチンやエピゲノム就職がゲノムや細胞の機能に与える影響を調べることができ、また遺伝子治療の一形態として病気の治療へ応用することも検討されている。エピゲノム編集に使用される人工タンパク質は特定の配列を標的とする DNA、結合ドメインとエピゲノム就職を変更する機能ドメインで構成される。 DNA 結合ドメインとしては、ゲノム編集でも用いられる、ジンクフィンガー、トランスクリプションアクティベーター、ライクエフェクターズ、およびクラスタードレギュラリーインタースペースとショート、パリンドラミックリピーツ、クリスパーアソシエーデッドプロテインシステムが用いられる。ありがとうございます。